レブン空港は、北海道レブン郡レブン町船止まり、村パクにある地方管理空港。日本最北端の空港であり、かつ休港中の空港である。空港の建物は塗装の剥がれなど劣化が見られるものの、レブン町は、航空路線の再開を希望しており、北海道町が年間に400万円を支出して、維持管理しており、当期は中機場の除雪も行われている。 気象庁航空地方気象台による航空気象観測所が空港内に設置されている。レブン空港付近の空中写真。2014年9月3日撮影。3方を海に囲まれた立地にある。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成設置管理は北海道知事が行っている。レブン空港は レブン島の北東にあり、市街地から 23km に位置する離島空港である。開港前のレブン島は、天候悪化で、フェリーが運休すると本土から孤立してしまうという、ありさまだった。そのため、住民は空港を熱望していたとされる。かつては、エアー北海道が自治体の支援を受けながら、レブン空港は、化ない空港線を19人乗り込みうた秋の、 DHC-6 で運行していたが、廃止までの約25年間で約30万人の利用に止まり、平均登場率が約20%と低迷したため、2003年3月31日の運行をもって廃止された。その後は定期便はなく、緊急輸送等のみが行われる状況であった。2008年度の空港利用は、プライベート機や自衛隊による、 休館輸送を含めわずかに24回程度であった。北海道の財政が逼迫していることもあって、今後のあり方について廃校も含めて検討され、2009年4月9日0時から2015年3月31日0時まで、供用を休止し、同じく2015年3月31日まで、レブン空港滑走路14、32の 新入閣指示等及び滑走路末端式等の強要も休止された。2014年12月15日、国土交通省が休止期間を2021年3月31日までの6年間延長したことが報じられている。北海道庁は2021年2月3日、北海道議会新幹線総合交通体系特別委員会で、 休止を2026年3月末まで5年延長することを報告した。滑走路は14、32方向に800メートルであり、平行誘導路はなく、ターニングパッドも備えていない。着陸帯の幅は60メートルと狭く、景気着陸には対応できない。レブン長は、発着距離が短い機体であれば航空路線再開は可能との見解を示している。 空港ターミナルビルは滑走路南側に一棟。ボーディングブリッジは設置されていない。空港ターミナルビルに隣接するエプロンには、プロペラ機用にバースを有する。国土交通省調べ、空港管理状況聴取による乗降客数の数値は以下の通り。ありがとうございます。